はい、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。今日も早速、神谷さんの方から、サンプルが来ましたので、紹介させていただきたいと思います。240ZG、こちらの方ね、24分の1で、神谷さんの完全新規金型ですね。ね、Z ですよ、240ですよ。はい。で、これはね、神谷さん、この時期になぜこれをっていうふうにちょっと思いましたけどね。やっぱり待ってます。素晴らしいですよね。うん、これはね、いいものだなと思いました。箱もかっこいいですね。マルーンの。はい。このボディ色。はい。すごいいい感じです。では、早速中を開けていきたいと思います。これね、僕ね、中開けてね、説明書を取り出して、ちらっともう見はしたんですけど、この中にね、並んでるね、まずね、ランナーの入り方がかっこいい。うん。ちょっとね、わけわかんないことでごめんなさいね。うん。すごいね、きちっと収まって、いつもサンプルだから箱は一回り大きくてガサガサしてたっていうのがあるのかな。すっごいね、開けた瞬間にね、うわーって思っちゃう。でね、今回の一番の売りであるこれ、一番の売りかな、僕が一番の売りだと思ったんだけれども、メッキパーツ、これ窓枠とかがね、別でメッキパーツになってて、後からはめるだけでね、もう塗装の塗り分けとかが必要ないんですよ。うん、これはね、すごいですよ。すごい技術ですよ。ランナーね、これね、ランナーから切り離すときとかね、ちょっとね、気を使ってあげないとね、ダメかなーって部分はね、多少あるんだけれども、その辺、ちょっと気をつけてね、切り離してって、綺麗に皆さんに作っていただければなと思います。それからね、あとね、すごいのはね、クリアパーツ。マクラーレンセラーの時みたいにね、リアウィンドウがね、こう、ボディに挟み込んでいくような感じでやっていくんですけれども、ちょっとすごいのがね、これね、テールランプ。塗り分けがしやすいようにオレンジのところとね、赤いところとね、別なパーツになってんの。うん、それをこう複合して作ることで綺麗に塗り分けたテールランプができる。で、これはね、まだな、よっ、あったね、このメッキパーツね、テールランプとかここにつけていくんだけど、その時にね、ちゃんとね、メッキのモールとかがね、表に出るように工夫されてて、おおって思いますね。ね、オバフェについてこのね、うん、いいね、Gノーズ。ねえ、このね、一体型のGノーズ。これもかっこいいよね。ね、エンジンミッションもしっかり作っていきますし、うん。ホイールパンから何から、腹下も綺麗にできてて、あんでね、ホイールはね、スリーピース構造になってまして、塗り分けがね、すごいしやすい状態になってますね。うん。ああ、いいね、この3連メーター、Z らしいですね。で、タイヤが入って、でね、このシャーシの部分。うわ、シートのモールドすげえ。あれだよね、多分当時ビニールだよね、これね。ビニールっぽい感じの質感のモールドが全部入ってる。あ、それとね、今回ね、すごいのがね、これ、メタルのね、インレットマークついてるんですけど、まあ横に入ってるね、フェアレディ Z のね、ロゴはもちろんなんですが、あとね、ウィンカーの周りだったりとか、ね、テールランプの周りだったりに入ってるメッキのモールド部分は、そこのところはね、こうインレットマークで貼るだけでもね、メッキのような出来になります。はい、ね、ラインのところもそうだし、あとね、ホイールのところにもね、スーッとこうメッキが入ってるんですけども、そこのところもね、別でちゃんとこうインレットマークついてますので、これを貼るだけでもバッチリ。うん、だからね、これはね、本当にそのメッキ感のあるね、作りっていうんですか、そういうのをね、しっかりやっていけるものですね。いや、かっこいい。うん、で、こちらが説明書。はい、説明書も見ていってみましょう。やっぱりね、タミヤさんの説明書はね、分かりやすいですよね。あ、ちゃんとね、キャリパーとかも別パーツになってて、これはもう最近タミヤさんでは当たり前ですね。ブレーキローターとキャリパーツ別パーツになってて、作っていくことができます。エンジンもしっかりね、こうやって作っていくからね、色分けもきっちり書いてありますね。説明書のね、メッキパーツに関してはね、昔はね、なんだ、メッキ部分をカッターで剥がしてから接着してくださいとか書いてあったんですけど、今はね、タミヤさんの方から多用途接着剤出ましたので、ちゃんとそのね、メッキパーツでも接着できる接着剤を使ってくださいっていう場所はね、ちゃんとそれのマークが入ってますね。ドアの部分とかでですね、ピンバイスを使って開口する部分がありますね。穴開け指示があるところがあるので、そこのところは買う前にちょっとチェックした方がいいかもしれないですね。今僕が見つけたとこだと 0.6 ミリと 1.0 ミリ。うん。こちらの方の穴開けが必要になってきます。あ、
ちょこちょこと必要なんだな。なんで貫通させなかった？なぜ貫通させて金型を作らなかったのか。多分これね、いや予想ですよ、あくまで予想ですけど、オーバーフェンつける、オーバーフェンダーつけるところとかにね、穴を開けたりとかする指示がありますので、多分ねオーバーフェンダーなしの模型とかね、そういうのを再現するのにもね、余計な穴が開いてない方がいいだろうっていう心配りじゃないかな。もしかしたら別グレードが発売になる可能性もありますね、これね。普通にね、Gノーズじゃないタイプとかがね、出てくる可能性ありますよね。240ZG だとね、最上位機種のね、本当に、ね、オーバーフェンダーも最初からついてたものなんで、そういう風になってますけれども。あとね、ボンネットはね、一番最後にこう、つけるんですけれども、ヒンジでついてますので、完成後もね、エンジンを覗いて見れる。そうだね。あと個人的に気になるのはやっぱりね、ボディ塗装してて、塗膜が厚くなったりとかするとね、この、ね、メッキパーツがどれぐらいのクリアランスがあるんだろうとかね、そういうのはちょっと気になりますけどね。最後はめようと思ったらはまらないとかね、起きないように途中途中で仮組みした方が良さそうですね。まあ、タミヤさんだからね、しっかりはしてるんだろうけれども、まあ、発売までもう少し、ね、皆さんお待ちいただいてね。いつもだったらね、ここでね、店頭に来ればこのサンプルを見れますよということを言うんですけれども、どうしようかね、これね、もうこれ撮り終わった後から僕すぐ作っちゃおうかな。なんかね、ちょっとね、作るぞって言ってて溜まってるものもあるんですけれども、これは行きたいところですね。カモデル上げてないしね、これね、まだね。さあ、という感じで、はい、素敵なキット、ちょっともう一回箱へを、はい、タミヤさんの、24分の1日産フェアレディの 240ZG、 こちらの方6月の12日発売となります。皆さん期待してお待ちください。ほんとすごいですよ、箱開けて、感動するので、ぜひね、店頭で手に取ってもらって、ほんと箱開けた瞬間に感動する並べ方で入ってると思います。製品版もこの並べで来るんだったら、楽しみですね。はい、三宅模型では、Facebook、Twitter、Instagram 等々 SNS いろいろやっておりますので、どこか、気になるところあったらぜひフォローお願いいたします。あとね、YouTube の方もぜひ番組登録、それから高評価いただけると、モチベも上がりますので、よろしくお願いいたします。